とりあえずね、今日はこの、一族動画は3本目かな。一応今週のオークスはね、うちの前にないんで、まだオギティファにデビューしねえんだ、おっしゃ。そうですね、まあ、ジソのダービーが、一応ね、二頭の馬がね、NHK 行ったんで、そうですね、まあ、NHK 買ったのはね、安田記念にスライドして、で、まあ、ウィニングチケットと、まあ、二頭出しのダービーなんでね、ライスシャワー一応2番人気、1番人気か、優しい、いや、先行でいいか、ちょ、先行で負けたら、もう誰乗ってるっけ。じゃ、竹なら大丈夫か。竹なら大丈夫かもしれんか。ギリギリ伸びるかだな。大丈夫そうっすかね。なんか外にいたね、緑帽子が結構いい足持ってたね。あ、黄色帽子か。あのオレンジかなんかのね、緑服がね、結構いい足持ってたんですよね。そうでもねえか。いや、大丈夫かな。そうですね、セーフティーリードか。よかったよかった。そしたらライスシャワーは今年の、そうですね、秋は、まあジャパンカップ使わずに、メルボルンカップ狙いましょうかね。まあ、一応ここ G2 なんでね。しかもロンシャン競馬場なんで、まあ距離的には、そうですね、凱旋門賞ギリギリなんですよね、短縮すれば。2400いけたっけな、俺覚えてねえんだよな、2400いけるかって。でも、来社はね、2400ギリギリなんですよね。あとは、今週外に来社は1頭なんで、まあ楽か。まあ、タケット見ない、そうですね、問題ないですね。あとは、一応海外にね、騎手持ってくんで、それの手配は。6月4週、英国ってなんかあったっけレース。6月4週の英国は距離4000か。4000って多分700きついんですよね。そうね、3300か。でもまあ。多分距離適正4000の待つは多分なかなかいないですよね。いけるか、ちょっと使ってみましょうかね。どっちに2桁使わなきゃいけないんで。そしたら、まあそうですね、イクノディクタスは、まあそうですね、エビナでギリギリ頑張ってもらうとして。あとはそうですね、CPC、AP ジェットが1本今すぐ使えんのか。安田記念も4頭出しだもんな。エプソンカップちなみに何キロ ?59 ぐらい。あ、やっぱり59か。うわ、きちそうだな。でも、どうだろう。まあ、逆に言うと、成田大成がね、まあ、新潟大賞典 G3 勝ち馬で、あとは、普通に福島インバステークス2着、多分 G3 かな。まあ、G3 組しかいないんでね、まあ、G2 組だと、まあ、阪急インバステークスか、まあ、11着。多分、そうですね、59キロ。まあ、そうね。1キロ差、1キロ差って考えると、まあ、そうですね、許容範囲か、多分。多分大丈夫そうっすね。あとは疲労困憊組がライスシャワーか。いきなり疲労溜まったのか。そうっすね。一応ここ開くんで、中にで、まあ短期放牧しながら使いましょうかね。あとは竹の英国で、そうですね。特段問題はないっすね。オークスのベガン問題ないんで。あとはダンチシャトル、そうっすね。ここで放牧なんで、特段問題ないっすね。じゃあここまで一気に安田記念もパンパンで一気にいっちゃいましょうかね。そうですね、ここはウィニングチケットが、妥当かな。妥当だってか、まあ、順当っすかね。まあ、どっちにしろ、菊花賞に関してはね、まあ、琵琶早秀が、まあ、多分絶対台頭するんで、あいつが。ここの時点で琵琶早秀かもしかして。はい、大丈夫そうっすね。普通にセーフティーリードだ。ちょ、文字ってどうやって消すの？わかんねえんだけど。なんか文字がついちゃったんだけど。まあいいや。そうですね、時速を聞くまでいけるか、ちょっと期待ですね。でも、そうですね、ウィニングチケットはもともとね、ダービー勝ってて、まあ、規定路線なんで、まあ、そうですね、時速、ちょっとね、中一瞬になりますけど、面白いんでね、交互期待と。まあ、使わなかったらね、そのまま回避しちゃってもいいんでね。まあ、そうですね、一度でいいから、自家製サンバでダービー勝ってみたいですね。2頭が不受体か。でもそうですね、ロジータとティーアップ払んでくれたんで、まだ良かったですね。2頭だけならそうですね、許容範囲か。
まあ、種付け量も1億ちょっとか。まあ、そうですね。1億5000万か。まあまあ、全然そうですね。ありがたいか。そうですね。特に機種の手配は問題なさそうですね。で、ここ一気にいっちゃいましょうか。種付けはね、別に月末にすればね、まあ6月4日にすれば間に合うんでね。ちなみに、爆笑ところ、おつ何倍なの？そこは気になるんだけど、ちなみにレーティングは140か。うん、多分化け物だ。レーティング140はね、多分化け物な気がしますね。うちの馬で最高見たのは130だった気がするな。どうだったの？あ、うちのこれ爆笑だったんだ、鼻いたの。びっくりしたわ。多分そうですね、確実に大差つきましたね。大差どころか、何馬身だ、あれ、本当に。多分12、3馬身ぐらいは切った、余裕で。これさ、2着ってタイム出ないんで、まあ、タイム出ればね、まあ、大体 0.2 で1馬身って逆算すれば、まあ、いけるんで。そうですね、0.2 で1馬身か。そうですね、確実にぶっちぎりましたね。多分さ、これ、爆心音のおかげでさ、うち、米国の牧場作れそうになるんだけど。うわぁ、経営難がまた経営難になりそう。経営難になりそう。うちの牧場ね、マジなこと言うと、経営難だけは避けたいんですよね。まあ、経営難だけは避けたいのはもう経営難なんですけど。まあ、そうですね。新馬分かって当たり前か。ただ、そうですね。そこまで第二エンジンはなさそうっすね。多分まあそうですね、新馬ぐらいは、勝って当たり前かな。一応まあでもこの時期に新馬買ってくれると、まあそのまま直行で海外使えるんで、まあそうですね、時差をどこかな、ダリア賞使いましょうか。ちょっと竹乗せて。まあ、カフェドフランス、そうですね、どっちかというとこっちの方が期待なんですよね。普通にすごいっすね。多分3馬身はつけれねえか。まあ、接戦でも勝ってくれりゃいいや。いや、ちょっときついか。負けましたね。普通に負けたか。うわぁ、新馬負けたの痛えなぁ。俺、毛抜きどこ行ったっけ？お、やべえ、俺、毛抜きなくしてるわ。あ、よかった、ここにあった。そうですね、カフェドフランス、ちょっと未来見えたかな。そうですね、まあ来期で繁殖に回しましょうか。多分早熟だっけ、こいつら2頭とも。確かこの辺のうち2頭とも早熟系のはずなんで。まあ、正直言うと、そうですね、安田記念で、まあ、ネイハイシーザー5着だ。まあ、ネイハイシーザー4着じゃん。で、ダンチアトル2着、セキテイリオ1着、シマサル、8着なんで。まあそうですね。1着、3着、5着取れれば奇跡ぐらいかな。いえ、せん、ほい、ほい、オッケー。そうね。2等で、そうね。3等で1、3、5。まあ1、4、5か。まあそうね。甘く見て1、4、5取れれば、まあ奇跡っすかね。外から1等飛んできた。しかも2等飛んできた。いや、もう1等飛んできたな。いや、あれ、馬群の内から伸びきれるか。多分1着、2着取れたな。いや、ギリギリだ。1、5、6か。しかもさ、島津でこれってことは、あれ誰だ？シミラクルかもしかして、菊花賞受賞だったの。しかも、常年戻れてます。ひどくね？ 多分、うちの子1、あ、4、6、1、4、5、6か。意外と当たったんだね、1、4、5着取れるっていうのは。そうですね、一番人気のダイナマイトで7着って考えてみると、まあまあ、4歳馬で、あと3歳馬、3歳馬、4歳馬か。よく勝ったね。海老名しかも初勝利か。じゃあ、海老名乗せてみましょうか。もう成長させるためにはね、乗せるしかないんでね。まあ、吉富も、そうですね、まあ悪くなしと。そうですね、まあ、この辺はね、3歳馬が先着したんで。よかったな、本当に。
これでうち多分取ってない G1 は今年は多分そうですね、フェブラリーステークス、3歳牝馬か。リンデンリリー出る、桜爆心を回避する、ウィニングチケット行く、進行ラ、あ、ウィニングチケット回避する。進行ラブリーは、距離的制限無理。ライスシャワーは、時速海外だから無理。シマサル、ギリギリいける。待って、リンデンリリー、シマサル、イクヌディクタス、セキティリュウとかこの辺は？だったら行くなら、疲労的には、両方ともアウトか あちゃー、両方ともアウトか。次のうちの馬は多分相当下なんで、今年は2、3頭出しで行きましょうか。で、竹見ない、まあ、横の旅館で見ないか。うっそ、これあれじゃん。これ、ちなみにこの渡辺と同じさんいるんですけど、これ思いっきりするなら気をつけた方がいいですよ。俺、この10年後のデータの時に、2000年代かな？ 2000 年代で、やっとなんか有効度が超えたっつって、なんか馬のお守りかなんか安く買えますよって言われたんですけど、あれ、マジでね、あの馬の実数じゃないですよ。馬の知らんの方ってね、こっち人情報なんですけど、これね、名前が出ないからってディスると、マジでやばいですからね。ちなみに生産牧場なんですけど、ちなみに誰かっていうと、この人ですからね。吉野平。多分ね、ディスっちゃいけない人な気がする。俺、これ人で、ね、誰だこのおっさんって言ったんですよね。いや、おっさんどころか多分ひどいこと言って言ったんですよね。ちなみになんで有効度が100になったかは知らんすよ。多分爆心王が勝ったからですかね。あとはね、一応他にもね、まあ牧場あるんで、まあヨーク買いながら。尺的には10分ちょいか。じゃあヨークちょっと見ましょうかね。一応そうですね、知ってる場面で行きましょうか。じゃあ僕もポロのうち買ってるんでね、今年。お守りなくなっちゃったんですよね。わあ、エアグローブ欲しいけど、金、虹のお守りないですよね。金どころかきついんで。ああ、進行インディはいいな。確か短距離馬だっけ？まあ、マイル短距離のダート馬か。お、ジェニューインいいな。ジェニューインって、あれ、外馬じゃなかったっけ？水産収集になってんの？まあ、一応短中距離か。中央では一応中央いいな。で、オセアニアでジムホースか。そうね。でも短距離マイルだとちょっとうちのこと聞いちゃいそうなんだよな。なんかそうね。あれで金の守りだったら正直もうちょっと安い馬いるんでね。安い馬って失礼かもしんないけど。わ、フサイチコンコルドか。フサイチコンコルドってダービー馬？違うか。ああ、そうですね。3戦3勝でダービー馬か。そうね。フサイチコンコルドっつったら、いつ俺ダービーしか知らなかったから、本当にダービーみたいですね。その後、リオレスを構想しながら、秋も花鳥風から菊花賞と言って、まあ、骨膜炎か。ああ、なるほどね。わずか5戦でいた。出走馬としてはブルーコンコルド、バランスオブゲーム、大隅春か。まあ、そうですね。有力馬か、どちらも。フサイチ買うのも悪いだね。しかも銀のお守りって考えると、買ってよさそうっすね。いくら？あ、1億でも釣りくるんだ。全然買う、全然買う、全然買う。1億で買うなら全然買う。で、富士奇跡か。富士奇跡は飽きてんば。弥生賞か。まあ、弥生賞鑑賞。クラシック戦は間違いないと思う。クッケンか。で、電撃引退。あ、電撃引退か。シュバーバー入りしてから金引きり、ドリームパスポート、コユータ。まあ、そうですね、これ金引きりしか知らねえな。北海ルソーって地方馬じゃね？ごめんなさい、普通にあれだ、クラシック馬だった。なんか地方で北海ルソーって地方馬見たんだけど、JRA の馬だったんですね。今日は。うわ、お前欲しいな。ちょっと金の森も行くっけ？ 1 個か、うわ、1個しかねえのか。いや、あいつは欲しい。いや、こいつは買いなんだよね。しかも今年1歳だからさ、買うタイミングここしかないんですよね。しかもさ、前のトップガンって去年なくなってて、で、その後俺ね、ヤフオクで結構買っちゃったんですよね。その、前のトップガンのクレカとか、クレカってか、テレカカーとか。
結構ね、前のトップガンはね、俺も好きなんですよね。うわ、ライデンリーダーじゃん、地方馬の。あ、これうちの馬だ。ワンダーパフュームって豪華勝負か。いや、そうね、ここはちょっと。いや、男見せよ。ふっ、連打連打連打、あ、間違えた。連打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 。いくら？これで1億なんだ。安っ。いや、前のトップガンは正直3億でも買った。うわ、これでデータ戻れないにしよう。一応これね、一応こっちにもね、コピーデータあるんで、一応これ見てもらうんですか。93年と92年ですよ。じゃあこっちからいきましょうか。まずこっちコピーして、はい、これでお守りなくなりましたと。いやー、前のトップガンか、来年デビューか。そうですね、藤木席買う理由なくなりましたね。で、前のトップガン確か一応、まあ番線っていうか、もう遅め型の馬なんで、まあ、そこまでね、早熟でもないんで、まあ、全然競走馬としては、そうですね、長生きできそうなんで。確か前のトップガン個人的には遅めだった気がするんですけど。まあいいや。そしたらじゃあ種付け先しましょうかね。うちの藤体組がと。よし、これで種付けは終わりと。ちなみにうち今繁殖馬って何と思ってんだ ?5、6、7、8、9、10。18頭か。じゃあそうですね、2頭は買えるんだ。ちなみに牧場の工事、どこの頃に終わってるよな、確か。そうね、ロング場、ロンギ場作るか。悩むな。どうしようかな。でもそうね、個人的には研究棟もありっちゃありか、疲労回復で。だ、個人的には精神効果狙っとかないとさ、ちょっとうちの競争馬たちきついんですよね。だったら論議場でいいか。次の工事は8月2週か。じゃあちょうど競りの翌週か。そうね、あれ、キングジョージどこだっけ？あ、こっちか。じゃあ行きましょうか。よしっと。間違えた。ああ、間違えて画面消しちゃった。ちょっと待ってください。一番人気か。ほう、イギリスダービーのチャンス。ウィニングチケットマジいけるぞ。やった。ちなみにですけど、うちの自転車走行企画、まだイギリスダービー取ってません。むしろ、米国のダービーも取ってません。やった。あ、マジでウィニングチケット企画回避しよう。これでキングジョージ勝てば、欧州参加王手ですからね。まずそうです。キングジョージ勝てればいいですけど。ウィニングチケットってすごっ。しかもうちのエルフィービン飛んでたし、あいつ。いや、そこまで飛んでってもねえか。多分5、6着 ?8 着ぐらい6着か。まあ。うん、そうね、6着だったら、まあ、検討と見るべきか。ウィニングチケット強えな、こいつ。G1 4連勝か。うわー、化け物。北斗ベガ。いや、でもね、正直ね、そうね、ある程度先行力も必要ですけど、ちょっと待って。うち JRA から今年1頭じゃん。JRA から1頭。確かオークスはね、JRA から5、6頭ぐらい分かんのかな。で、うちの北斗ベガは一応2番手か。うん、勝ったな。これは勝ちましたね。よかった、北斗ベガ、芝のオークス回避して。本当はね、北斗ベガね、一応芝のオークス行けたんですけど、うん、やっぱりね、ベガはベガでも北斗ベガと。こいつ米国の実績もあるんで、そうですね、お、ダービー勝ったら、来年、今年は BC ちょっと使いましょうかね。まあ、本当は JBC 行きたいんですけど。いや、でもよかった、オークス勝てて。そこが全部でも一番の救いですね。これで負けてたら、俺、多分、びっくりしてた。まあ、こっちはね、単純に本当自分の好きな一族、まあ、いるんですけど、
そのかもね、まあ、馬作りながら、まあ、金稼ぐためにね、走らしてるのがウィニングチケットとか、まあ、今回のね、オグリローマ、まあ、あとロジータの子供とかなんで、そうですね、むしろもう、なんだろう、掲示板が入ってくれてね、まあ、賞金制定に入れば、まあ、そこまでね、ひどい赤字にはなんないんで、うん、そうですね、全然検討と見るべきなんですよ、ね、マジで。勝ち馬進か。よかった、勝てて。今のおっさん誰たまにね、これね、R ボタンずっと握りっぱなしにしてるんで、基本的に。スキップしてますよ、よく。あの人は。馬主さんか。てか、これ生産者か。2番人気か。じゃあ、差しで。スキップで良さそうだな。ごめん、16着って逆に聞くけど、故障しないよね。そっか、故障してたら故障しましたって出るか。ああ、今ドキッとしたわ。普通に飛んだ感じか。普通に飛ん、大丈夫か、本当に。59キロは確かにきつかったかもしれないけど、まあ元気か。じゃあこの辺もちょっと短距離行きましょうかね。一応、ネイハイシーザーは、そうですね、ラジオ日経賞1本使ってから、まあ放牧して、まあ毎日王冠目指していきましょうかね。あとは疲労溜まったやつは、石庭利用か。今日は、2歳新馬。まあ、手続きサブリアか。もうデビューの動画でも。そして、あと問題なのは、うちの負けた新馬なんだよな。未勝利はどこ行った、まあ、とりあえず、そうですね、未勝利は。あ、これすっげえ距離限られんな。戦六戦八か。まあでも逆に戦六戦八もある程度、その、まあレースはありますけどね、国内だけでも。なんちゅう微妙な馬だ。あー、回避か。そうですね、ダンスシアトル放牧しましょうか。あと疲労溜まってんのは、まあ、ネイハイシーザーか。そうですね、そう考えると大丈夫そうですね。オクトベガーどうしようかな。ちょうどこの辺なんですよね、米国三冠って。位置的に、あ、ちょうどここっすね、ベルモントステークス。ごめん、ベルモントダービーか。ローテーションきつくなるしなぁ。そうですね、そこが一番の心配なんですよね。そう考えると、そうね、確かに。ちなみに今トリプルリアル取ってる子いいのかな。まあそう、日本8月4週使って、まあ3週放牧し、まあ4週放牧でいいか、4週放牧して、まあそうですね、あの、トライアル使わずに、まあ BC 行くか、JBC 行くか決めましょうかね。でもそうですね、一応まあこの、まあアラバマステークス、この結果によってそうですね、まあ BC クラシック考えましょうかね、本気で。あとは函館2歳ステークスなんで、そうね、本当に2歳の重賞って函館しかないですよね。で、この後一応ね、ポンポンと、まあ短距離が多いんで、まあマイル組にとってはそうですね、早熟はありがたいんですよね。だからね、マイルのね、早熟組で俺喜んで買うんですよ。バクシオン英国か。で、マサと岡部。シマサルだけちょっと機種変えてえな。でもいねえか。じゃあ、クゴムラの人か。そうですね、ちょうど尺的には、まあ、馬選んじゃってね、時間なくなっちゃってね、ちょうど24分なんで。そうですね、ちょうどセーブして切り替えましょうかね。今何分だ？今11時10分か。ではまた時間の動画で出資ありがとうございました。